結局こうなっちまったか。先輩？あ、いや、なんでもない。そろそろ送ってくよ。いえ、まだ時間は大丈夫。そのごめんなさい。あ、どうしてお前が謝るんだ？せっかくのデートなのに、先輩に恋人らしいことを何もしてあげていないから。なんだよ恋人らしいことって。それは、こんな時あなたの妹ならどうするのかしら。そんなこと考えてもしょうがないだろ。え？お前は桐野とは違う。だから今自分がやりたいと思うことをやればいいじゃないか。私がやりたいこと？そうね、私は一緒に夕日が見たいわ。決まりだな。あのさ。あら、何かしら。手でもつなぐ？何を言って。いや、ダメならいいんだけどさ。こんなにたくさんの人間がいる街中で手をつなごうなんて、ハレンチなオスね。悪かったよ、ダメならいい。ダメじゃないわ。え？で、つなぎましょう。それが運命の導きなら。まあ、じゃあ、はい。おい、変な声出すなよ。だって、いきなりだったから。行きましょうか。どうしたんだ？急にしゃがみ込んだりして。なんでもないわ、ちょっと立ちくらみがしただけだから。そうか。あ、とりあえずそこのベンチに座るか。ええ。本当に大丈夫か？ええ、平気よ、もう大丈夫。綺麗ね。そうだな、こうしていられる時間が一番幸せな気がするわ。そうだな。黒猫。何かしら。あの、さ、キスしてもいい？ダメ。あ、そうだよな。待って、違うのよ。いきなりだったから驚いてしまっただけで。あなたは時々下手れなのか強引なのかわからない時があるから侮れないわ。ほっぺにならえ。だからほっぺにならいいわ。今日はとても楽しかったわ。そうか。私のためにいろいろと考えてくれたのも、私の行きたいところに
付き合ってくれたのも。でもあなたはどうだったのかしら。あなたの心は私が感じたのと同じくらいの気絶を感じた。この胸に宿るのと同じ黒き獣の魂は打ち震えた。こんな臆病な私であなたは満足を得ることができたのかしら。あなたは私の呪いを受け入れて後悔してないの？なんで？だって付き合ってから未だに新たな呪いを許さない女なのよ私は。そんなことか。そんなこと？こちらは真面目に聞いているのだけれど。俺はお前と一緒にいられるだけで楽しい。今日だってすごく楽しかった。だからまたデートしようぜ。ええ、そうね。まあでも一つだけ不満があるかな。え、それは何かしら。そうね、場合によっては改善することもやぶさかではないわ。いや大したことじゃないんだけどさ、これからは先輩じゃなくて名前で呼んでほしいかなってさ。名前ってやっぱりさ、付き合ってんのに先輩って呼ばれるのが残念っていうか。それを言うならあなただっていいのか。よし、それじゃあ今日からルリって呼ぶからな。また一緒にここに来ようぜ。ルリ。ダメ、黒猫って呼んでちょうだい。まだ心の準備が。わかったよ。じゃあそろそろ帰るか。もう少しだけ先輩、京介と一緒にいたいわ。あ、わかった。